おはぴよ、どうも、ひなぴよです。それでは本日はこちらの、気仙沼クエスト 3.11 エディションというゲームをやっていきたいと思います。こちらのゲームはですね、タイトルを聞いてなんとなく察する方もいるかなと思いますが、東日本大震災が起きたのが2011年の3月11日ということで、今年でね、12年が経とうとしています。私も東北出身なので、思いっきり被災した人間の一人ではあるんですけれども、このゲームは、東日本大震災直後の2011年の夏を舞台にしたアドベンチャーゲームだそうです。主人公は小学生の自分ということで、で、仮設住宅にて友達作りを目指そうというゲームみたいですね。友達を100人作るのを目標に頑張っていこうかなと思います。ということで、早速やっていきましょう。プレス Z キー。なるほど。Z を押せばいいんですね。はい。おー、めくれた。あれ、日めくりカレンダーなんだね、これね。めちゃめちゃ良くない？この音。あ、うわ、めっちゃいい！その自転車のチリンチリンだったりさ、そのお母さんが台所で野菜をサクサク切る音だったり、その鳥のさえずりだったり。いや、ちょうどいい田舎と、その、今緑が生い茂ってるんだろうなっていうのが音だけでわかるね。めちゃめちゃいいな、これ。はい。夏ですね。地震が起きたら、ああ、なまってるな。点々ついてるもん。地震が起きたら、なんぼでも高いところさえ行かねばわかんねえの。うん、そうだね。震度の強い時は特にそうなわけさ。うん。俺は怒っかんね。どこのワラスでも。鉛がね、中途半端にわかるせいで、どう読むのかはわかるんだけど、多分もっと鉛ってるでしょうね。この辺のじいちゃんは。わらしのことをわらすって言います。死のこと大体みんなすって言いますね。はい、なるほど。この子が、あれだね、主人公の自分、小学生かな。はい。地震が起きたら、なんぼでも高いところさえ行かねばわかんねえの。うん。震度の強い時は特にそうなわけさ。俺は動かんね。どこのわらすでも。わかりました。わかりました。これは走れるのかな？走れはしないか。で、仮設住宅には入れない。さあ、探索しましょう。あ、おばあちゃんじゃない？あ、いっぱい人いるわ。逃げたバリだから、ちょっと腰掛けてたの。あ、なるほどね。さっき予選で震度4だと思って、X キーで走ったら、こえこえ。あ、X キーで走れるんですね。なるほどね。あー、ちょっと余震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 。びっくり。なるほど。まだ予選だ。震度3だった。誰？ああ、家の中入ってったね。やばい。このゲームやってると私もなまってしまう。X キーで、あ、走れる走れる。いいね。あれ？あ、じいちゃんいないじゃん。じいちゃんもいなくなった。で、友達0人で、あ、これ、あれだ。走れる時間決まってるね。緑色の部分が消えていくんだ。で、君はだ、あれ。お。タッチーキャッキャおいーいなくなった。あ、友達増えた。え？友達捕食した今。え、だって消えちゃったよ。でも友達は一人になったね。あと100人だから、あと99人目指せってことね。オッケー。あ、いるね、いるね。はい、タッチキャッキャーですか？タッチキャッキャー、やった。え、君は？タッチキャッキャー。あ、みんなタッチキャッキャーで、捕食されてくれるんですね。はい、タッチキャッキャー。パクリ。美味しいなぁ。で、仮設住宅の中に入れるわけじゃないから、周りに散らばってる子供た、おーっとー、こら、お出すなよ、少女まで逃げろとお産願ったのか。はい。明治のような大津波が来たらどうすっけ。はい。泣いちゃった。あー、泣いてる、本当に。あ、ごめんなさい。怒られた。あ、え、友達0人からだ。これなんでダメだったの？走り回ると怒られるのかな？はい、地震が起きたら、なんぼでも高いとこさえ行かねばわかんねえのだ。あ、震度の強い時は特にそうなわけだから、どこのワラスでも起こっから、さっき予選起きた時に、もっと上の方に逃げねばなんでかったってことだね。なるほど。で、はい。逃げたばりだからちょっと腰掛けてだと。震度4だ。X キーで走ったら怖え怖え。あれ、でも、友達欲しいんですけど。友達いなくなってまった。友達？友達？あ、友達だ。
タッチーつって、あ、鬼ごっこがすごい流行ってんのよ。同じ小学校だよね。これからよろしくね。小学1年生になったからには友達100人作らないとね。友達100人できるかなってことですね。また余震だ。震度4だった。誰？なるほど。これで、だから、頂上さ、上の方さ、いかねばならねえということでございますね。え、上の方さ、いかねばならねえわけではなくて、あれが震度4起きた時に、走ってしまったらダメってこと？走ってしまえばマイネってこと？マイネはあれだわ。お、青森だわ。やばいやばい。あ、こっち上行けんのかな？あ、行けるわ。震度4だから、頂上の方さ、来た、うお、音にビビってられねえ。これは？ここは何？結構いろんなとこ巡れるぞ。でも別に調べられるわけではないのか。やばい、本当に濁点つく。このゲーム、やばい、はい。はい。はい。時間内に逃げなきゃなかったのかな、やっぱり。やばい。ちょっとまだゲーム性を理解できてない。わかったよ。急いで友達100人作りながら逃げればいいんでしょ？はい。お前、瓦礫のある海の方に行ったことある？子供だけではおっかなくていけないよな。怒られるしな。そうだね。なかなかね。あ、高いとこだから、ここを階段登ればいいんじゃないの？これで怒られることもねんでねえが？あれ？そもそも今地震起きてねえば。高いとこってどこだべな？あ、高いとこだ。あ、地震起きた。あ、まだ余震だ。震度1だった。誰？震度1だ。1ならいいべ。大丈夫ぬなるまで降りていぐんすなよ。これ、ぬってなってるのは誤字ではなくて、大丈夫にっていう言葉。その大丈夫になるまで降りちゃダメだよって言ってるんだけど、これって、あれなんだよ。さっき言ったように、死がすになるように、にもぬになるんですね。降りれたら動くかな？わかりました。降りません。津波天電光。天電になって逃げなくてわかんないの。いや、わかんねっちゃってよく言うんだよな。あ、降りちゃった。ごめんなさい。え、落ち着くまでってどんぐらいだろうね。てか、震度1だったからさ、別に降りてよくね。あ、もう大丈夫だった。よかったやー。オッケー。降りまーす。なるほど。ここに、いちいち避難に来なきゃいけないんだ。やっぱ、危険だから。いつ津波が来て、自分が、疲れちゃったね。いつ地震が来て、ね、飲み込まれちゃうかわかんないから、ここで遊びながらも、友達増やしながらも、地震来て、震度4だったってなったら、やばいね、これ逃げなきゃいけないね。震度1か。震度1ならいいんじゃない？ついでに拾ったので、さあ逃げるぞ。友達4人作って、私は上に避難するんだ。怒られる前に。制限時間どんぐらいあるんだろう。あ、これでいいかな。はい、降りていくんすなよと。はい、わかりました。わかった、こういうゲームなのね。了解了解。タッチキャッキャしか言わん子供たちを4人捕食してきたけど、あと96人捕食すればゲームクリアかな。この地震が来たら上に避難しながら、友達100人捕食すれば、クリア。っていう認識でいいかな。はい、じゃあ行きまーす。友達作りに行くぞー。おー。子供の体力無尽蔵だと思ってたけど、意外に疲れるの早いわ。さあ、子供たちよ、いたいた、キャッキャ。いただきます、パクリ。子供よ、どこにいる？いた。タッチ。キャッキャ。タッチキャッキャ、おー、タッチキャッキャ。よし、友達いっぱい。友達、おー、友達、おー、友達、オッケー。友達？で、タッチつって、これがすごい流行ってるから、これからよろしくねって。あ、君は本当の友達だから僕は食べません。
なるほどね。あ、地震だね。次は震度4か。急がないと。逃げるぞ。もう友達作ってる場合じゃねえ。いやー、当時のことをね、ちょっと思い出しますね。確かに余震が本当に多かったんですよ。あの、大きい地震だけで終わるわけじゃなくて、せっかくね、こう地震で崩れてしまったやつとかを、部屋の中ぐちゃぐちゃになっちゃったものとかを、こう、直すじゃないですか。でも余震も結構その震度4だとか、5だとか、起きるから、大体またすぐ物が落ちるんですよね。だからそういう意味では大変だったし、それこそその津波が来る地域とかだと、もうずっと怯えてなきゃいけなかったと思うから、うちはね、幸いにも、家族誰も、虹の橋を渡るようなことはなかったので、それはね、良かったんですけど、やっぱりね、生きていく上で、なかなか普段の生活ができないっていうのは大変だったなっていうのは、今思い返してもそう思いますね。ということで、はい、進もう。友達作るんだ。このゲームどういう気持ちで作成したんだろう。今ね、大学生らしいんですよね、このゲームを作った方が。で、当時はもう小学生だったということで、多分その自分の小学校入って友達いっぱいできて、いや楽しいなって時に多分こういう地震が起きて、仮設住宅に、こう、行かなきゃいけなくなって、友達をこれからまた改めていっぱい作らなきゃっていう決意のゲームなのかな？そうだよね。突然家もさ、まあ、その、人によってはさ、家族とかもさ、失うわけだから、もう環境がガラッと変わるわけだよね。その中でも強く生きようとしてるこの子は偉いなと思いますわ。この子、かっこ自分。友達無限湧きだな、これ。震度1か。え、震度1でもやんなきゃダメなのかな？あれ？俺、避難しなくてもおじいさんに怒られたことないぜ。マジで？余震って1から4くらいまで、震度が大きいほど怒られる確率が上がるんだぜ。はぁ、あ、はぁはぁ。じゃあ、いっか。ははは。じゃあ、震度4だったらさすがにもう怒られるだろうってことで避難するけど、そうじゃなかったら、震度1とか2とかだったら、あんま怒られないかもよーってことね。友達湧いてきてくれー。震度1で怒ってきたらちょっと、こっちが怒るわ。あと一人で50人目標の半分やったー、あと50人よしよしよし、あと30人。あと20人だー！ 20 人友達が欲しい。よし、83人でちゃんと一応避難しに来たぞ。震度4は確実に怒られるだろう、下にいたら。よし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 。地震あるあるだと思うんだけどさ、その、みんな、日本中の人たちかどうかはわかんないよ。ただ、少なくとも東北の人たちは、もう地震が来た時に、ああ、これ震度いくつだわって分かるようになっちゃったよね。震度1ね、OK、行かないです。100人友達作ったら、君も友達になってくれるかい？それとも、君が100人目の友達になるかい？じいちゃんばあちゃんも友達になってくれていいんだよ。いいぞー！あーと降ったり、あーと降ったり、あーと降ったり、どーこだ？よし。あと一人。え、これでちょっとあの男の子に話しかけたら100人目になってくれたりしない？ねえ！なんで？君は僕の友達じゃないの？やったー！ 100 人！タッチーキャッキャー！お、どこ？何ここ？なんだここ？知らないところに放り込まれた。ん？なにここ？こんなか？おー！ゲームクリア！実生活においても普段から逃げるための心構えを。
うん、その通り。普段生活してて、このね、今過ごしている日常が壊れてしまうかもなんて全然思うことないじゃないですか。でも本当にいつ何が起きてどうなるかなんてわからないので、日々本当に後悔のないように生きて、災害が起きた時だけじゃなくて、そのね、日々の辛いことでも立ち向かわなきゃいけないって思ってるかもしれないけど、別に逃げることも一つの選択だっていう、全然ね、人生終わるわけじゃないんで、逃げたところで。みんなね、この今生きている毎日を大切にしていきましょうね。ということで、終わりました。それでは、ご視聴ありがとうございました。みんな、毎日平和な日々が過ごせますように。